市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。市川團子さん、体調不良で大和たける当面休演。松竹は9日、歌舞伎俳優の市川團子さんが体調不良のため、東京新橋演舞場で上演中のスーパー歌舞伎大和たけるを当面の間休演すると発表しました。歌舞伎公式総合サイト歌舞伎美人では、新橋演舞場スーパー歌舞伎大和たけるの大須の御事後に大和たける大須の御事帝の使者に出演をしております市川團子ですが、体調不良のため2月9日より当面の間休演し、先の通り代役にて上演いたしますと発表。代役は大須の御事後に大和たける、大須の御事が中村隼人、帝の使者は市川聖子としています。父市川中車香川照之さんは X を通じて、発表がありました通り、團子が昨夜遅くに急に発熱し、本人が命がけで挑んでまいりました新橋演舞場の大和たける公演を本日より休演することとなりました。これにより多くのお客様はじめ各方面の方々に多大なるご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんと謝罪。本人は一日も早く元気に戻れるよう、現在全力で戦っているところでございます。必ず戻ってまいります。その時までどうかお許しをお願い申し上げますと伝え、また主演のタケルをダブルキャストで務められておられる中村隼人さんが、團子の代役を快く引き受けてくださりました。心よりお礼申し上げますとともに、公演は予定通り行われますことを改めてご報告申し上げます。引き続き大和たけるをどうかよろしくお願い申し上げますと記しました。新橋演舞場では2月4日から3月20日まで2月3月公演としてスーパー歌舞伎大和たけるを上演。同作は日本神話における大和たけるの波乱に満ちた半生を、古事記を題に哲学者梅原武史氏が書き下ろし、新たな構想のもと独創的なドラマとして築き上げました。1986年の初演時には宙塗りをはじめとした演出が演劇界でも話題となり、スーパー歌舞伎という新たなジャンルを打ち立てました。本作では隼人と團子が大和たけると帝の使者を交互に演じ、米吉は1988年以来となる絵立花姫、音立花姫を早変わりによる金役で演じます。團子さんにとっては2012年に行われた自身の初舞台若たける役、父9代目市川中車の襲名披露、そして昨年9月13日に不整脈で亡くなった祖父2代目市川猿翁さんが初演時に演じた演目となります。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。